みんなの部屋が見たい。あ、どうもキリです。先日僕がツイッターでみんなの趣味部屋が見たい、ぜひ皆さんの仮面ライダーグッズなどを飾っている場所を僕に送りつけてください、いろんな人の参考にしたいので、よければお客さんもお願いします、集まれば動画にするかもです、私はこんな感じ、というツイートをしたんですけれども、皆さんいいねとリツイートありがとうございます。そしてたくさんの画像を送っていただきありがとうございます。なので今回は画像を送っていただいた皆さんのお部屋を見ていきたいと思います。まず1人目、かぐやさん。かぐやさんありがとうございます。他の方よりかは飾っているベルトは少ないですが、個人的に飾りたいものだけを飾っています。飾っていないものは箱に入っています。ディケイドとオーズが飾ってありますね。いや、個人的に好きなものだけを飾るっていうのはいいですね。僕も最初の頃は本当に自分の好きなライダーだけ飾ってたので、なんだか懐かしい気がします。そしてかぐやさんはこの使ってる棚は僕の飾ってる虹ヶ崎のコーナーと一緒の棚なので親近感が湧きますね。次がヘンゼルさん。ヘンゼルさんありがとうございます。僕はまだ高校生でバイトもしてないこともあって、他の皆さんのように自慢できるような立派なものではありませんが、こんな感じで飾ってます。お気に入りのベルトは壁にかけたりもしてます、とこんな感じですね。でも今後バイトし始めたらもっとたくさん買えるんで、今後が楽しみですね。で、このリバイスドライバーを触れないことにしておきます。やっぱ壁をこうやって有効活用できるのはすごくいいですね。最初どうやって飾ってるのか分かんなかったんですけど、ピンを止めて飾ってるそうです。お次がりょうけいさん。りょうけいさんありがとうございます。はじめまして、 YouTube チャンネル登録させていただいています。ありがとうございます。皆さんほどクオリティ高くないですが、自分のはこんな感じです。いや、十分すごいんですけどね。本当にこの白色の台座と白色のケースっていうのがすごいいいです。白もすごい高級感があっていいですね。あとスマートブレインのケースがあるのもめっちゃいいです。お次がひろぼい、ウォズくん。ウォズくんありがとうございます。自分の家はこんな感じです。もう十分すごい量だな。エイジくんのパンツもありますね。クーガのコーナーもめっちゃいいっすね。で、このロックシードのコーナーがすごく好きで、あの戦国龍馬の研究室っぽくしてるっていうことなので、このケースに入れるのすごくいいなと思うので、何に入れてるんだろう。ここが CSM のコーナーかな。ちゃんとマスコレもあるのが良いですね。お次がシングルリスさん。シングルリスさんありがとうございます。好きなものを好きな感じに飾っちゃってます。お、リバイスのコーナーですね。リバイスが結構好きなんですね。シングルリスさんを見てると箱もすごい綺麗に取ってあるので、すごくいいなと思います。箱って結構スペース取るので、この箱いつもどうしようかなって思うので、全部綺麗に取ってるのはすごいですね。次がリティさん。リティさんありがとうございます。皆さんと比べると特撮スペースはほぼないですが、一応ブリザードナックルくらいしか。今の部屋的にこのスペースが限界で、特撮アイテムは部屋の端に積まれています。今は CSM すら持っていませんが、いつかはいろいろ飾るスペースごと確保したいです。いや、もうリティさんはもう虹学のこのグッズが飾ってあるのは非常に良いです。同じ虹ヶ崎とライダーが好きなのはすごく嬉しいですね。かなたちゃんとアイさんとカリンさんがいますね。あゆむちゃんがいませんね。一体どういうことなのでしょうか。お次がハルンパさん。ハルンパさんありがとうございます。自分はこんな感じでグッズをまとめて飾ってる感じです。お、ゼロワン好きって、やっぱゼロワン好きが感じられますね、これは。そしてファングも持っているではないか、羨ましい。フート探偵のラバスターあるのいいですね。僕は一回も回せなかったです。お次がロロさん。ロロさんありがとうございます。いつも参考にさせていただいてます。僕はこんな感じです。参考ありがとうございます。そしていい画面ですね、あゆむちゃんのチョコのっこ、かわいいです。このカラーボックスに飾ってるのいいですね。僕もカラーボックス愛用させていただいてます。あとフィギュアのポージングもうまいですね。ほんとこうやってポージングうまい人尊敬します。そしてこの左端に見えるおそらくラブライブのブルーレイ、素晴らしいです。このカラーボックスを載せて無駄なスペースをなくしてるっていうのもいいですね。やっぱ壁は有効活用しないとダメですね。ここでちょっと番外編なんですけど、僕のオリジナルライダーシュナイドカッコカリのライダーカードを作ってもらいました。あと春雨さんという方に作ってもらって、こんな感じなんですけど、1号ライダーカード、サブライダーカード、最強フォームカードの3つを作ってもらって、いろいろ春雨さんがこだわって作ってくれまして、通常サブライダーカード、最強フォームライダーカードには青紫の影がないのですが、あった方がかっこいいかなと思って、あるのとないのと両方作りました。
目を光らせたりとたくさんこだわりました。いやもうここまでこだわってくれるの本当に嬉しいです。ありがとうございます。いやもうこうやって作れるのマジですごいなって思います。いやもう本当に嬉しいので春雨さん本当にありがとうございます。お次が狐のキータンさん。キータンさんありがとうございます。その棚めっちゃ使いやすくていいですよね。うちは子供たちがガラス割りそうなのでむき出しですが、あと3つは欲しいです。あ、僕と同じ棚ですねこれは。 CSM もすごい綺麗に飾ってある。しかもお子さんの配慮でちゃんとガラスを取っているという。そうなんですね。このガラス部分を怪我しちゃいけないということで外してるってことですね。配慮も行き届いて素晴らしいですね。あと3つはやっぱり欲しいですよね。僕もあと3つくらい欲しいです。お次が天崎林郷さん。天崎さんかな、合ってるかな。ありがとうございます。僕は壁にかけてます。いや、この壁の有効活用いいっすね。この壁を有効活用するのは本当いいですね。あ、上までしっかりやってる。あ、やっぱライドウォッチもこうやって飾るのいいですね。壁有効活用大事です。次が CSM マフモフさん。マフモフさんありがとうございます。すごくあったかそうな装備の名前ですね。動画参考パクって最近平成来たのを完成させました。もうぜひぜひパクってください。お、この白い、やっぱ白い棚もいいですね。でこのあのアクリルスタンドみたいなこういうので台座を飾ってるのがすっきり見えるので、すごくこの飾り方いいなと思います。台座もちょっとやっぱお値段してしまうので、こういう飾り方ちょっと参考にしたいと思います。あ、サバイブのカードをああやって飾るのいいっすね。やっぱ白色の棚もいいっすね。次がかやさん。かやさんありがとうございます。動画拝見してます。ありがとうございます。でかやさんがもうめっちゃ綺麗に飾ってありますね。え、このカードデッキ、この段差みたいになってるんですけど、何で飾ってますかね。こうやって全体が見えるのいいですね。カードデッキちょっと並べ方迷ってたんで、これすごい参考になります。この奥に見えるサソードゼクターもご自分で作られたんですよね。 CSM みたいな感じで、すごいこうやって作れるのマジで尊敬します。で、王がサイガもある。サイガも作られたんですよね。すごい。え、じゃあもうなんかファイズ完成してる。すごい。オーガもいいな。こうやって塗装とかこうやって作れる人マジですごいと思います。全然僕怖くてできないんですよね。次がナキャさん。ナキャさんありがとうございます。引っ越してから片付けにだいぶ時間がかかってますが、自分はこんな感じです。もしよろしければ。これはすごい、すごい量だ。ケースが光ってるのめちゃくちゃいいな。このウィザードリングどうやって飾ってるんだろう。めちゃくちゃ綺麗に飾ってます。ディエンドの K タッチがある。すごい。これ作ったのかな。めっちゃいい。すごい。しかもまだ飾れるスペースがある。フルボトルもめっちゃ綺麗に飾ってる。ビルドコーナーすごいいいな。でセイバーのコーナー、あ、壁をこうやって有効活用して聖剣を飾ってるのすごい。このフィギュアの部分もめっちゃいいですね。アクリルロゴディスプレイとアクリルスタンドのあれも飾ってある。すごく綺麗。こういうの羨ましい。すごいな。とってもすごいお部屋ですね。お次がマームさん。マームさんありがとうございます。はじめまして、フォローさせていただきました。ありがとうございます。素敵なレイアウトですね。僕は未開封が多いのであまり飾れてはいませんが、こんな感じです。十分すごい。未開封なのか。すごい。うわ、え、じゃあめちゃくちゃ状態いいってことですよね。すごっ。デフォルメフィギュアもめっちゃある。すごい。このロックシードのヘルヘイムっぽくしてるのもいいですね。やっぱ迷いますね。色紙どうやって飾ってるんだろう。挟んでるのかな。この飾り方いいですね。すごい。ポケカもたくさんあるし、すごい。お店かなここは。マムさん、これは未開封ということなのでお店なんですね。お次が土の子さん。土の子さんありがとうございます。はじめまして、フォローさせてもらいました。フォローありがとうございます。ガラス戸の黒い棚かっこいいですね。私のライダー部屋も送らせてもらいます。いや、これもほんと数がすごいんですよね。でもデザイアドライバーも何個あるっていう話なんですよね。そしてめっちゃ綺麗に飾ってる。この電王ベルトも2つとも CSM ですよね。一体何個持っているんだ。この2枚目の写真のオーズコーナーもいいですね。あのグリードが出てくる時のあのサテン生地みたいな布を引いてこうやって飾ってるのもいいですね。3枚目のゲーマドライバーと戦国ドライバーの数は一体どうなっているんだ。
すごいな、この戦国ドライバーの数。集めるのもすごい大変ですよね。ゲネシスもかなりある。これはすごい。4枚目の写真もこうやって壁にポスターとかタペストリー飾ってあるのもすごいですね。どんだけ広いお部屋なんですか。すごすぎます。お次がヤスさん。ヤスさんありがとうございます。やっぱりショーケースに飾ると風格出て良いですね。俺のは現状こんな感じです。これはすごい数だな。え、 CSM 戦国ドライバーやでも何個あるんだ。これ規模も塗装してますよね。すごっ。2枚目やば。すごっ。え、これはすごい。え、台座も一体何個あるんだろう。で、V バックルのオーディンも、すごっ。え、一体いくら使っているんですか。電話のムービーエディションも3本買ったってことなんですよね。こりゃすごい。おそらくいろいろ塗装してますよね。スラッシュライザーもツヤ感すごいな。いや、3枚目の、このアンクの腕、僕もこうやってつけるやつですよね。どうやって飾ってるんですかね。すごい。このフィギュアもめっちゃ高いやつですよね。すごっ。パないっすね、これは。これはすごい。ヤスさん、すごいですね。羨ましいです。お次が、はずきちさん。はずきちさん、ありがとうございます。インスタフォローしてます。ですよね。ありがとうございます。微力ながら私のお部屋も紹介させていただきますね。他の皆様の展示を見る機会はとても素敵な企画です。ありがとうございます。そう言っていただき。一枚。ほう、すごい。本当にすごい。壁にもびっしり。この箱も綺麗にこうやって並べてるのいいですね。すごい数だ。ちゃんと戦隊も、どんごに大臣もある。すごい。この4枚目の黒色のやつに武器とか飾ってるんですね。これすごくいいですね。磁石とかでくっつけるんですかね。めちゃくちゃこれいいな。欲しいです、僕も。すごいいいな。合図もいる。すごい。この右上の時計も仮面ライダーになっててすごい。こういうのあるんですね。すごい。そしてかなり広いお部屋ですよね。羨ましいです。お次がリンゴさん。リンゴさんありがとうございます。リンゴさんはすごい画像をたくさん送ってくださったので、中でも僕が気になったものをピックアップしていくんですけど、いや、もうかなり広い部屋ですよ、まず。もうこの1枚目の写真からもわかる、このすごい量。で、リンゴさんは映画、V シネ、TTFC などの映像作品ごとに飾ったりしてますということなので、こういう感じで、ロゴが飾ってあるのすごいいいですよね。このディケイドのちゃんとキックするところも、もう最初幅跳びかなんかかなって思っちゃったんですけど、すごい、すごい、このだんだんとキックするフォームになるっていうのは、一体いくつ買ったんだっていう。壁にこうやって順番にメインのライダーも飾られてるのもすごくいいですね。と、申し訳ないのですが、リンゴさんは全部載せきれなかったので、よければツイッターで皆さんもぜひ見てください。最後が、通りすがりの野地さん。野地さんありがとうございます。ワクワクするお部屋で思わずフォローさせていただきました。ありがとうございます。今の僕の部屋はこんな感じです。もうすごいんすよね。もうこの1枚目の時点で。棚も光ってますし。このサテン生地使ってる飾り方がすごい好きです。このダブルだったらちゃんと緑と紫で左右分かれてて。これめっちゃいいっすね。この外務もちゃんとヘルヘイムっぽくなっててすごい。これはディスプレイ台座の上にサテン生地乗せてる感じですよね、おそらく。この棚もジャジャンですか？なんかあんまり見たことない。この2枚目の大メダルとか壁に飾ってあるやつがすごく気になりすぎて聞いたんですけど、このマグリルっていうやつで飾ってるらしいんですけど、楽天で売ってるんですけど、これめちゃくちゃいいなと思って、これは僕買おうかと思っています。このケースも何？販売してるケースなんですかね？すごく高級感が出ていいんですよね。タイフーンもすごくいいなと思って。で、このバイスタンプも赤い市長官のあの部屋みたいな感じでいいなぁ、すごくいいなぁって感じです。サテン生地を使った飾り方とっても好きです。ちょっとパクるかもしれないですね。枝豆さん、マスクさん合ってるかな、ブラックシャークさん、焼きそばさん、モーリーさん、ゴアさん、リリクさん、ゆっくりポスマイさん、賢いかわいいエリーチカさん、パラドさん、正規王ブリッツさん、ユージさん、にゃんにゃんさん、ななちゃんさん、
さすらいのマスラオさん、ラブコフ守り副隊長さん、タカティンさん、皆さん画像を送っていただきありがとうございます。そして細かく紹介できなくて申し訳ありません。今回紹介しきれなかった方のお部屋も僕のツイッターから見れるので、よければ見てください。と、皆さんのお部屋はこんな感じです。いや、もうすごすぎる。規模が違いすぎる人もいれば、もうすごい。まだまだこれからグッズをたくさん集める人もいると思うんですけど、僕も最初本当に全然なくて、もうちょっとずつ集めてったらやっぱりこういう感じになったので、いやもう本当いろいろ皆さん参考にできる部分はぜひ参考にしてみてください。最後までご視聴ありがとうございました。そしてたくさんの画像も送っていただきありがとうございます。今後もこういった感じでツイッターで何か募集もかけたりしてみたいと思いますので、よければツイッターも YouTube も登録お願いします。それでは、チャオ。